ブーン。こんにちは、ミントです。ブーン。世界にたったの20人しかいない F1 のレギュラードライバーは、ドライバーとしての実力はもちろんのこと、多くのメディアに取り上げられるため、その振る舞いも非常に重要ですよね。スポンサーは大金を支払い、自社のイメージ知名度を上げようとしているため、その意味をドライバーが理解していないと、速さはあったとしても大変な事態に陥ってしまいます。今回はまるで若手ドライバーの反面教師のようなフェルナンド・アロンソについてのお話です。フェルナンド・アロンソのホンダ批判は世界的にもすでに有名で、当時のホンダの遅さは誰もが認めるものの、アロンソそしてマクラーレンの振る舞いは、巨額な資金を投入し協力していたホンダに対し、あまりにも失礼なものでした。アロンソの高額年俸はホンダが支払っていたとも言われており、ホンダからすればお金を払い、世界に向け自社を猛批判されてしまった形となりました。皆さんも働いている会社の文句を外部に散々漏らし辞めてしまったら、もうその会社に再就職はできませんよね。 F1 ドライバーは会社勤めをしたことがないドライバーがほとんどだと思いますが、このような常識はチームが教育しないといけないのではないでしょうか。アロンソに関しては、誰もがその速さを認める素晴らしいドライバーで、実際に F1 フル参戦4年目、5年目で2度のタイトルを獲得しています。しかし、アロンソのチーム内での振る舞いは評判が良くなく、在籍したチームの多くは、アロンソの在籍時にチームの過去最低記録を記録しているんですよ。アロンソと同じスペイン出身の元 F1 ドライバーのハイメ・アルグエルサーリは、こう語っています。アロンソは誰もが認める才能の持ち主で、8回はタイトルを取れたはずだよ。アロンソはこれまで自分のやり方を通してきたが、何かの間違いを犯した時にも常に他者に責任を押し付けていた。間違いなく彼は、僕が F1 だと考えていたんだ。2007年にマクラーレンに在籍していた時、アロンソはこう語っていました。今年のマクラーレンは僕のおかげでコンマ5秒か6秒くらいは速くなっているはずだ。これに対し、ルーキーのルイス・ハミルトンにこう否定されました。大勢のスタッフがいるチームでやっていることで、誰か一人がタイムを縮めているんじゃない。そのアロンソは目標としているインディ500制覇に向け、ホンダエンジンを搭載する名門アンドレッティ・オートスポーツからの参戦を目論んでいましたが、これをホンダが拒否したとも言われており、トリプルクラウン制覇は暗礁に乗り上げてしまっています。最近になってアロンソは過去のホンダ批判などを含め必死に弁解しており、過去にはチームをまとめていたとも語っています。しかしマクラーレンでチームメイトだったストフェル・バンドーンが先日こう語りました。マクラーレンでは常に上層部の人間が 2,3 人いて、全てがアロンソの望み通りになるようにしていて、欲しいものを全て手に入れていた。レース中も常に彼に先行させるように言われていた。 F1 チャンピオンのジョディ・シェクターはアロンソについてこう語っています。アロンソについては、運が悪かったとかマシンが悪かったというものがいるが、私は人々が彼を過大評価していると思う。彼の問題の一つはチームや周囲のみんなの輪を乱すことだ。それでは勝てないよ。人間は年を重ねるごとに性格も丸くなるとも言われますが、アロンソもそうなるのでしょうか。ただトリプルクラウンのためだけに毎年インディ500にだけスポット参戦する姿勢は、そのチームのレギュラードライバーなどにも失礼ではないでしょうか。インディにフル参戦してシリーズタイトルを獲得する中でインディ500も制覇したらかっこいいんですけどね。ホンダが許さないということは、私たちが知らないよほどのことがあったのではないでしょうかね。一度落ち着いて自分の行動言動などを見直してみるといいかもしれませんね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。